どうもこんばんは。以前からかなり気になってたことなんですが、本日はイギリス製のヴィンテージ缶の最高峰、これなんですが GEC の KT88 の、音って実際どうなのか、これ検証していきたいと思います。というのもネットや巷ではロシア缶や中国缶とは比べ物にならないとかね、レベルが2ランク以上違うだとか、次元が違うとかね、ベタ褒めされてますよね。でこれちょっと気になってたんですよ、以前から。でそれ確かめたくての今回検証になります。でいろいろリサーチしたんですが、残念ながらゴールドライオンの底の茶色のもの、ここの樹脂の部分茶色のものが古いんですよね。黒いものは80年代かな。でそういったものだとか、あとゴールドモナークだとかの特製の4本揃ったやつ、これ探すのがなかなか大変で、今回は比較的入手のしやすい GEC を入手しまして、全部で4種類の真空管を比較していきたいと思います。で1つ目がスロバキアの JJ、2つ目がロシアのエレハモ、エレクトロハーモニクスで、3つ目がこれもロシアなんですが、スベトラーナの S ロゴのやつ、これですね。ちょっとうっすらなんで分かりにくいかと思うんだけど。で、4本目がイギリスのヴィンテージ GEC、 これでやっていきたいと思います。でこれらは先日入手しましたマッキントッシュのパワーアンプ MC275 復刻のもので聞いていくんですが、それぞれ差し替えて、40分ぐらいは温めた状態で空気録音していきたいと思います。それでは聞いていきましょう。Thank you.
聞いていただきました。皆さんはどうだったでしょうか。やはりそれぞれで音の印象は違いましたが、これ空気録音でも確認できるかと思います、スロバキアの JJ はとても上も下も伸びてエネルギッシュな印象で、ロシアのスベトラーナ、これも似た印象でしたね。エネルギッシュでメリハリがある印象でした。あと左右へのこう音の広がりも感じましたね。これね、A波紋は少しこう落ち着いた印象で、控えめというか、少しこう、コンプレッションされてるわけじゃないんだけど、コンプレッションされたような感じっていうか、そういう印象もありましたが、決して悪い印象ではなく、こなれた感じっていうのかな、聞き疲れしない感じで、しっくり聞ける感じでしたね。でこちらの GEC の方、これはまず這い上がりっていうかね、こう上かなり伸びてるなって思いましたが、意外に普通だなって最初思ったんですよ。そういう印象でした。ですがよく聞いていくと、音がこうまとまった感じだなってこう気づきましたし、あと他の真空管に比べて、音像がこう中央に寄った感じもありました。そういうことからなのか、中域に少しこう張りを感じましたね。JJ やスベトラーナーがややドンシャリ気味の印象に対して、GEC は、中域に、特徴を感じました。あと滑らかさやきめ細かさっていうのもありましたね。これは好きな人結構いるなとは思いましたが、ロシア館に比べて、価格相場も 3,4 倍してますから、それに比例してね、音が 3,4 倍いいかと言われると、そういう感じではないかなっていうのが個人的な印象でした。割と世代が上の方に多いと思うんですが、中域に重きを置いてる方は、こ
GEC すごく合うと思います。逆にワイドレンジでこうドッカンドッカン鳴らしたい人は JJ だとかスベトラーナ、あとゴールドライオンなんかもとてもいいと思います。実はあのゴールドライオン今回載せてませんが、一応一緒にテストはしてまして、で結果ね、一番ドンシャリな結果でした。上も下も伸びてる感じ、めちゃくちゃ。現代的な音楽はね、これであのゴールドライオンで聴くと、まあ復刻のやつね、それで聴くと一番気持ちいいんじゃないかなという印象で、あと若い方もねそういう音に多分慣れてると思うんで、ゴールドライオン好きなんじゃないかなと思いました。ただちょっとね、ハイがねシャカシャカしすぎてるかなっていう感じもあったんで、スピーカーの後ろのあの中高域のアッテナエタ結構絞んないとちょっと聞いてらんないかなっていうところもありました。まあそういう意味でね、あの今回のセッティングだとちょっとあの高域出すぎだったつんで、今回はカットしました。さて、英国製の GEC、 確かに他にはない独特な雰囲気がありました。まあ中域かな、あと音のまとまり、まとまった感じとキメの細やかさ、滑らかさ、確かにいろんなところでよく言われるだけはあるなっていう感じではありますが、あとは価格かなってとこですよね。まあ、先ほども言いましたけども、現行の真空管の約 3,4 倍ぐらいの価格ですから、システム各所あの細部までかなりこだわってる方、例えばセブン使っててバンブルビーだとかセレンとかのクラロスタットとか、まあ、そういうところにこだわってる方、もう節々にこだわってる方はせっかくだから英国製の GEC とか、あとあのゴールドライオンとか使わないと逆にもったいないかもしれませんよね、まあ、そこまでこだわってるんだったら。でもまあ無理して英国ヴィンテージにしなくても十分、自分的なスタイルで音楽は楽しめるかなとは思いました。確かに GEC のいい部分も、まあ、多いとは思うんですが、まあ、あとは先ほども言いましたが価格との相談ですかね、財布との相談。またこれね、環境が変われば、まあ、違った印象になるかもしれませんが、現在の私の環境での聴き比べはそんな感じでした。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。また面白いことありましたら動画にしていきますんで、引き続きよろしくお願いいたします。それではまた後ほど。さようなら。